ザ・縁の下の力持ち、レレディ・バクーバーツインパクトマップ。テキストを確認したい方は動画の一時停止を。現在は主にフィオナアカシック3に採用されていますが、天文などいわゆる巨大基盤のデッキには全て採用候補です。まずは上面、9000以下限定でデーモンハンドです。これが何を意味するか、まず代表的なところで言うとカラクリバーシですよね。この1点通れば革命人、この1点通れば革命人、レレディバクーバー。最初の1点限定とはいえ 10% で埋まっているので、マジック目線横に同期を添えられないとかなり嫌な1点に。もちろん最速ジャオガからの甘えたジャスキルも許しません。殴り返しこそできないものの、ちょっと強めのガードストライクくらいの期待はできるでしょう。そして本題は下面、山上3枚からツインパクトを回収するということで、今回はフィオナアカシック3を例としますが、最速4キルに貢献するネバーや神秘の宝剣など足りないパーツを回収するのはもちろんのこと、アカシック3設置までは案外問題なくいけるのですが、そこから先のループまでは若干の冒険が必要なこともあるこのデッキ。ツインパクトマップで白米男爵や訪れる魔の時刻といった大量のリソースにつながるカードを回収することでコンボ成功にも貢献します。道中に打っていれば訪れる魔の時刻の価値もぐんと上がりますし、天文であればギャラクシーチャージャーやアケルナルも回収対象ということで、まさにツインパクト基盤を支える縁の下の力持ち、レレディバクーバーが今大流行している話でした。このカードに関する意見感想エピソードはコメントまで。それではまた次回。このカードのプロモが一時期参戦したことを今の若者は知らんだろうな。